三菱自動車は不振が続いていた中国市場から撤退することをきょうの取締役会で決議しました三菱自動車は中国南部の湖南省で2012年から現地メーカーとの合弁で主にガソリン車の生産を続けてきましたしかし中国での EV 電気自動車へのシフトが急速に進み2022年度の販売台数は ピーク時のおよそ5分の1に落ち込みましたこのため中国での自動車生産を終了することを今日の取締役会で決議しました関係者は現地の EV メーカーのコスト競争力には勝てずギブアップするしかないと話しています世界最大の中国市場をめぐっては他の日本メーカーも EV 化の出遅れから苦戦が続いています